皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディイバスタの時間です。この動画は中学校1年生社会歴史的分野摂関政治の授業動画です。よろしくお願いします。それでは教科書51ページを開きましょう。本日の目当てです。藤原氏はどのように実権を握り、どのような政治をしたのだろうかということで授業を進めていきます。まずはどのように実権を握ったのかについて見ていきましょう。藤原氏、身分は貴族でした。は娘を天皇の妃にし、つまり、天皇と婚姻関係を結ぶということですね。にし、その子を次の天皇にするということで実権を握りました。藤原氏はもう常にね、天皇と近い関係にいたということですね。天皇が幼い時、なかなか政治うまく進められません。じゃあ誰が政治を進めるの言った時に、娘のお父さんである藤原氏ですね。藤原氏が摂政という地位について政治を進めました。天皇が成長するとき、自分である程度できるようになってきます。藤原氏は関白という地位について天皇を、支えていきました。そのような、藤原氏の政治を摂政関白の頭文字を取って摂関政治と言います。では次にどのような政治をしたのだろう。具体的に2つです。1つは天皇の補佐、もう1つが国司の任命。これが、主な仕事だったと思います。それでは摂関政治がですね、しばらく続いて、当時の政治や社会は、実際どうだったのかな、見ていきましょう。摂関政治は藤原の道長、頼通の時が全盛期でした。では実際政治はとても乱れていました。具体的に藤原氏等の貴族は国司から多くの贈り物をもらう。なぜ国司は藤原氏等の貴族に贈り物をあげたんですかね。藤原氏には国司を任命する権利がありました。ですので国司の中には、例えばですけど、自分がこの国に赴任したいな、この国に行きたいな、その時に贈り物をあげれば、もしかしたら自分たちの、ね、願いというか願望が通るんじゃないのかな。今で言う賄賂ですよね。賄賂に近いの。こういったことが、結構横行していました。もう一つが、国司はその国に代理商を送り収入だけ得たりする。国司というのは今までいう都道府県知事に近いものがあると思います。実際に行きません。国司代理商を送ってます。それで収入だけ得ています。当然ですね、このような政治に、ね、不満や、ね、苛立ちを、ね、覚える、人たちが大勢いました。つまり藤原氏にとってもう都合のいいですね、政治が、行われていたということなんですね。ですからこの後藤原氏の政治は、衰退していくというのが歴史の流れです。それではですね、最後ね、目当てに行きます、まとめに行きましょう。本日の目当ては、藤原氏がどのように実権を握り、どのような政治をしたのだろうか。キーワードは妃、天皇、摂政、関白、摂関政治。ではまとめいきます。藤原氏は娘を天皇の妃にし、その子を天皇にすることで実権を握った。また天皇
が幼い時には摂政、天皇が成長した時には監督という地位について天皇の補佐や国司の任命等の摂関政治を行ったということがまとめになると思います。それでは5問テスト挑戦してみましょう。はい、それでは摂関政治の授業を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。